雪王の儀曲。春、秋、夏、冬の全4幕からなる。太平洋戦争末期の戦中、戦後2年間の東京を舞台に、同情家族の公爵家である、須ク家の象直筆金と崩壊を、日本帝国の崩壊と重ねて描いた作品である。狂気としての孤中、滅びとしての中説を、ギリシア悲劇のエウリピです。ヘラクレスを転居とし、選手性伐を、 1> 第一幕、心殺しを、第二幕、妻殺しを、第三幕、運命愛を第四幕に該当させている。三島の天皇館や戦後世界への違和感が現れている作品でもある。1967年、文芸雑誌、文芸10月号に掲載され、同年10月25日にカーデショ防震者より単行本刊行された。初演はそれに先立つ月日に、 劇団 NLT により木の国屋ホールで上演された。翻訳版は佐藤博明役で行われている。三島は大井御神に相応として陛下の長身まで殺すという2.26事件を題材に幽谷、英霊の声を書き、どこまでも自分を押し通す忠義を描いているが、このスザク家の滅亡では何もするなという陛下のお心を察して、 滅びてゆく忠義を描いて、一見逆の様相となっている。しかし三島は、その両方とも、忠義の主観であることには、変わりないとし、主観でない忠義などあるのかと疑問を提しつつ、お茶を持って来いと命令され、はいと持ってくるような単純明快なものなら主君の、主観は、間違いないが、忠義とはもっと、刑事上的で複雑だから、結局、お察しして、 中義を尽くすしかないものだと考察している。そして、スザク家の滅亡においては、受け身の中性が、同一化としての中義に移っていく過程を描いているが、その中義について三頭は次のように語っている。主観の中義は、だから、ヒューマニズムと関係がなく、恋愛の感情と同じです。恋愛はヒューマニズムに立脚してはいない。 片思いという恋もあり、嫌だという相手を追いかけて殺してしまうことだってある。エロースの感情にとらわれたら何でもしてしまう。君心の愛も恋愛感情と同じで、主観から生まれた忠義は周囲の人を滅ぼしてしまうこともあるんです。だがそうだからといって、忠義の純粋性は失われるものではないし、ヒューマニズムに立脚しない忠義はいかんというつもりも私にはない。要するに、 忠義とはそういうものだと言いたいのです。三島幸雄、スザク家の滅亡の三島幸雄、著者との対話そのような主題を、ギリシア悲劇のエウリピデスヘラクレスに転居とし、終戦を挟む、春、秋、夏、冬のスザク公爵帝を舞台に展開させた、須作家の滅亡は、第一幕を、選手性抜、第二幕を、小殺し、第三幕を、妻殺し、第四幕を、 運命愛に該当させている。そして、ヘラクレスの狂気にあたるものが、主人公、スザク教、タカシの、途中であり、女神ヘラにあたるものが、代々スザク家に祀られている、ベザイテンとなっている。三島はこの主題を、以下のように解説している。この芝居の主題は、象直筆金の精神の実存的分析とも言えるで、あろう。すなわち、 完全な受け身の成虫が知らず知らず一種の同一化としての忠義へ渡るつてゆくところにドラマの軸がある。ヘラクレスを襲わ、不狂気に該当するものは、すなわち狂気としての誇中であり、また、滅びとしての忠節なのである。三島由紀夫、諏作家の滅亡についてまたこうした作品の骨組みの中に、三島は、私の好きなあらゆるものを詰め込み、 自身のノスタルジーをこっそり塗り込めてあるとしている。その一例が、除幕における学習院高等科の制服と、女子学習院の制服とのラブシーンです。私のハイティーン時代は、全くの戦争中でありましたが、もし私にハイティーンらしい思い出があるとすれば、死の危機を背景にした学習院と女子学習院との恋愛風景です。いかんながら、私にと、つては、 他の学校の制服では、どうしても、この漢字が出てこないのです。三島幸ス須ク家の滅亡について時代は1944年春から、終戦を挟んで1945年の冬まで。第一幕から1944年春。東京の須ク公爵邸。邸内には、べざいての社が祀られている。第二幕から1944年秋。スザク公爵邸。 第3幕から1945年夏、須作公尺帝。第4幕から1945年冬、微罪天の社だけが残る焼け跡。須作家の滅亡は、天皇、象直筆金をテーマとして扱っている作品として、小説、英霊の声と合わせて論及されることが多い作品で、転居としたヘラクレスとの比較論もなされている。センタ道夫は、 古中という言葉に、三島の非合の詩が暗示されていたと解説している。発表当時の評価は、劇評も含めておおむね好評で、新聞表、日沼林太郎などが主人公、京高氏に焦点を当てて、好評化している。否定的なものとしては、山本健吉が、象徴筆金の美意識に変わるものを、戦後の民主主義の時代に見出していないだけなのだと述べ、 小説なら、破壊的に作用したかもしれない作者の美意識が、それだけが大きく浮き出しているとし、佐渡公爵夫人よりも、膨らみに欠けていると評している。大岡昌平は、主人公、京隆史とお礼の対立について、京隆史の忠誠は、美化されているように見えるが、お礼との心理的葛藤や、律子の呪いによって、その害読が明確化されており、 男女の対立が周到に配置されていると解説している。それとは逆に、奥野竹雄は男女の対立については、三島の女性嫌王によって男性の公的狂気のセリフに軍配が挙げられていると解説している。池田光太郎は作中で語られる、滅びとは日本的なものが近代化によって敗北したことであり、スザク家の滅亡は 天皇に対する三党の批判の書だと考察している。長尾和夫も明晰な日本論だとし、磯田孝一は今日、高市のストイックな古説を文学の本質だと公表している。大久保のりおや松本鶴尾は、諏作家の滅亡を三島の反戦後思考の極みであり、戦後世界への違和感の表明だと解説している。富岡光一郎は、 自画語室を特質としてきた日本の近代文学の中で運命自体をも作り上げる自画の極点まで行き着くことでそれを崩壊せしめるという一人に役のヘラクレス的な力技を成したと解説している。田中美代子はスザク家の滅亡から旧約聖書のアブラハムと遺作の逸話が想起されると述べている。松本徹は第四幕の今日 高市の長ゼリフの中の以下のような一節を引きながら、そこでの呼びかけ、常広よ、は、明らかに、英霊の声の若い英霊の一員であるとし、その霊に向かって、元自重であり、今なお天皇に忠説を尽くし、自らが流す涙を、天皇の涙とも感じている慶高氏が呼びかけ、京高氏は半ば天皇その人となって呼びかけていると、解説している。今やお上も、 偉人の泥靴に怪我されようとしておいでになる。民のため甘んじてその忍びたい恥を忍ばうとしておいでになる。何の絵にしで同じ学友の女将と私がこうして焼き尽くされた国に生き延びたのか。私にはわかっている。私こそは女将の恩悲しみ、いやまさる恩悲しみ、その恩苦しみ、いやまさる恩苦しみを遠くからじっと教えする役を務めるために生まれたのだ。 かつて、水ほの国、ひいずる国であった、この国は、今や涙の国になった。お神こそはこの国の涙の泉だ。ああ、ここにいてもお神のお苦しみが、女涙の雫歴が、篠岳の身にありありと感じられる。常広よ。帰ってくるがいい。原神は表さずとも、せめて見玉の耳を澄まして、お前の父親の目につてはる、女涙のあまり歴の忍びねを聞くがよい。 すべては去った。偉大な輝かしい力も、誉れも、誇りも、人をして人たらしめる大義も失われた。この国の持つともよいものは、焼けた木々のように、黒く枯れ口で、死んでしまった。三島幸を、須作家の滅亡そして、松本は、女見のあまり歴の忍び根を聞くがよいという上記の、セリフは、そのまま、英霊の声の、などでスメロギは、 人間となりた麻痺師に対する答えだとも言えると、論考している。ヒロイン、リツコを演じた、村松栄子は、この女学生のヒロインの名が三頭の亡き妹の名、ミツコと似ていることから、この作品は、先生のノスタルジーですねと尋ねてみると、三島は優しく微笑し、そうだよ。僕のノスタルジーだよと言ったという。また、三島の戯曲には他にも、ミノコという恋愛劇がある。 ありがとうございます。